はい、半負けの本家の本物貴族の半枚岩先生です。私人間の上の生物なんだけども、子供の時はね、力ないんで、今はもう還暦になったんで、少し力はね、大人の力になってきましてね、自分本来の本家の貴族をね。人間たちはね、私の場合、人間たちとちょっと違って上の生物なんで少しちょっと違うんですよ。人間から生まれてるんですけどね。で、人間は敵関係、本当は敵関係じゃないんだけども、上の生物なんで人間たちは敵関係として見るわけですね。だから私の方が優れてるとかね、昔は博士の勉強とかね、とか言って私の方が上だったんだけど、私とか技能ない、ね、勉強できない人に博士をあげたりとか、王様代表でもね、天皇家とかイギリスエリザベス女王家とかいるけど、私の方が本物の貴族なんで本当は上なんだけども、地位がね、人間たちは天皇家とかイギリスエリザベス女王さんとかねに言うわけですね。今も現在もそうなんだけども、実際力が断然大きいんで、本物はね。だから、周りの人にね、害にならないわけですね。状態が正常になってくるんで、ね、世の中が良くなってくるわけですけどね。ノーベル賞でも、学問的に、私のね、私の1000分の1ぐらいですかね、知能がね、ノーベル賞を取ってる人ね、私はもう圧倒的に高いわけですね。だけども、人間と私の関係っていうのは性別の違い関係で、いやいや、俺たちだと。で、人間たちがノーベル賞とか、学位とか決めてるんで、ね、で、上の能力の私の場合は高くて全然優れてるんだけども、絶対免許は与えないわけね。論文を書いたって、博士号、名誉博士、絶対に出さないわけです。で、力ずくで取んなければ、人間全員が阻止するわけですね。だから、ただに、それでは人間たち八百長かっていうと、八百長は あんまりしてないんだよね、人間たちでは。私と人間たちと違うでしょ、生物が違うんだから、ね、人間たちの私が学位取ったって関係ないわけだね、低すぎちゃってね。だから人間たちの能力で取る学位だから高いわけですよ、ね、私にとっては上の生物だって低いから、ただ大変ですね。同じぐらい、同じ以上ちょっと勉強って結構大変でしたね。人間が勉強したことってもめちゃめちゃ難しかったですよ、私が子供の時は、ね、ただ人間たちの場合虫になって、ね、勉強しちゃうんで、ね、まずいんだけど、ね、集中しすぎて機械的に覚えちゃうんですね。それは非常にまずいんだけどね。まあしかしそれ以外方法はないわけですね、難しい勉強を覚えるには、人間の場合は ね。だからまあそういうことかな、今の現状の問題は ね。で、私例えば天皇よりか偉い、イギリスエリザベスよりか今本当に昔から偉いんだけどね、お前誰だとかね、使用人かとかね、それはもうしょっちゅう必ず言いますよ、ね。っていうのは嫌なわけです、人間たちは。本物はね。で、私が動かしたいときは力で、ね、それをね、言うのをもうもっと飛ばして、強制的に自分の大事な仕事のときはやらすわけですね。力は上だからね。で、上の生物なんでね。ということで、人間の場合はね、
契約とか約束は絶対守りません。力で動かすしかないです。で、考えてもらっても困ります。上の生物なんで、人間が考えたことは全部間違いになりますから、バグになるんですね。だから全部新しいリフレッシュした新しい情報で動かさないといけないですね。だから人間が入っちゃったら、もう話しちゃったらもうダメなんですね。ちゃんと上からの能力者から伝えてくれてる話かとかね。で、まあ対抗して無数にね、頭から代表として人間のね来るんだけども、大体戦闘用の力ですね、無数の力、それで対抗していくんですね。あの、私の間違いを指摘するのはまあいいことですね。あの喧嘩、あの私のも考え直すっていうことでね、それは非常にいいことなんですね。だけど そのもだから大勢の人たち、人間100億人とか宇宙生物で優れた人、仲間とか人間にね、通ずる人と合わさって考えたことの内容でないとしっかりしてないわけですね。人間非常に知能低いから、話したり聞いたりすること、まだ700年後にしか分からないことしか しゃべれないし話せないですね。テレパシーで情報をお互い聞いてね、それで分かったということで動くんだから、人間単体的には全然分かってないわけですね。分かんないで動いてるだけです、機械的に。私と違ってね。で、前に言ったように義務教育もテレパシーが入んないと卒業できないでね。カンニングね、テレパシーって書いて。携帯電話は頭に入ってるみたいなものですね。で、その大きな違いですね、人間と私の差。だから、人間はその、八百長とかお互い やって、やり合ってるから、やられる人、やられる人、やる人って言って、また各自やってますから、これは両成敗なんで、詐欺でもないしね、悪いことでもないわけですね。お互い様々なの。ただこっちに対しては、やっぱり力があるんで、ね、